麦谷真理は、日本の医師、厚生官僚、医学者、技術師。名の、真は、真の旧事態のため、真事態で、麦谷真理とも表記される。国立国際医療センター、国際医療協力局局長、厚生労働省大臣官房審議官、東京医科大学医学総合研究所教授、学校法人有明国際学園理事長などを、歴任した。 新潟県出身の厚生官僚である。議官として厚生省に入省し、世界保健機関に勤務した後、厚生省のエイズ疾病対策課、厚生労働省の老人保健課、医療課にてそれぞれ課長を務めた。国立国際医療センター、国際医療協力局局長を経て、厚生労働省の大臣官房審議官となった。退官後は、 東京医科大学に展示、医学総合研究所の教授となった。また、アマチュアマジシャンとしても知られている。1952年、新潟県生まれ。新潟大学医学部卒業。アメリカのジョンズ・ホップキンズ大学大学院修了。20歳の時に、高木茂明に指示する。多くの記述関連の書籍を執筆している。2011年1月。 世界保健機関執行理事会の会合にて、世界保健機関執行理事、尾身茂るらと、厚生労働省の意見議官であり、風本部勤務や、厚生省の国際協力室長、薬病対策課長、厚生労働省保健局医療課長、東海北陸厚生局長などを歴任。2012年現在、厚生労働省審議官在職、厚生労働省を退官後は、 東京医科大学医学総合研究所教授を務めた。2015年より保健医療経営大学を設置、運営する学校法人有明国際学園にて理事長となる。2011年10月7日国家エイズ対策委員会委員長ミリアムウェイレト。ありがとうございます。